ビル・ウェニントンは、カナダ・ケベック州モントリオール出身の元バスケットボール選手。ポジションはセンター。カナダ、ケベック州、及びセント・ジョーンズ大学のバスケットボール殿堂入りを果たしている。セント・ジョーンズ大学時代、1983年の NCWA トーナメントでファイナル4に進んだ。また同年のユニバーシアードではアメリカを破り金メダルを獲得している。 1984年にはカナダ代表に選出されてロサンゼルスオリンピックに出場した。1992年のバルセロナオリンピックにも出場している。1985年の NBA ドラフトの一巡目でダラス・マーベリックスに入団、その後イタリアのビルトゥス・ボローニャでプレーした後、シカゴ・ブルズに入団した。1996年、1997年、 1998年の3回 NBA ファイナルで優勝した時の一員である。ブルズの優勝時にシカゴのマクドナルドで彼の名前をもじったビーフウェニントンと呼ばれるメニューが販売された。現役引退後セントジョーンズ大学ケベック州カナダのバスケットボール殿堂入りを果たしている。現在はシカゴブルズの ESPN ラジオ解説者をしている。ありがとうございます。